はい、浜口誠君、はい、国民生活協力会の浜口誠ございます。今日はねも大臣よろしくお願いしたいと思います。まずあの最初にですね、えー、憲法組合の財政状況について今日はご質問させていただきたいと思います。まあお手元にも資料を配られるかと思いますけれども、まあその資料の中の一部入っておりますが、二千十九年度のですね憲法組合の財政、えー、まあ予算ベースですけども非常に厳しい状況になっております。まあ赤字組合が全体の六割超と。 856組合にですね、及んでおるということですし、さらにはですね、今、高齢者医療の拠出金というのは非常に重い負担にですね、憲法組合の場合になっているんですけれども、その制度が導入される前の平成19年と、今からちょうど12年前と比べると、ですね、年間の1人当たりの保険料もですね、この12年間で11万2120円という、ですね、毎年1万円ぐらいこう上がってきているというような状況でありますし、なおかつ、 高齢者医療の負担額もです、ね、これ年間で、この12年間で6万3177円と、もう43%もです、ね、増えてきていると、まあ、非常に危機的なです、ね、今、財政状況にあって、とりわけ現役世代、まあ、憲法組合の皆さんは現役で働いている皆さんですので、現役のです、ね、負担はもう限界に来ていると言っても過言ではないかなというふうに思っておりますが、この憲法組合の財政状況、大臣としてどう受け止めておられるのか、まずお伺いしたいと思います。 根本厚生労働大臣あのけ憲法組合は、労使協調の枠組みの中で、保険料率の設定や、付加給付を実施するなど、自主・自立の運営を行っていただいております、さ,しさらに最近では、保険者と事業主の距離が近いことを生かして、事業主とも連携した保険事業を実施するなど、あの公的 医療保険制度の重要な担い手であると認識をしておりますで憲法組合の財政状況、まあ、今、委員からいろいろとご紹介、ご指摘がありましたあの、急速な高齢化や医療費の高度化などによって、えー、医療保険全体として医療費が増加し続ける中で、中長期的に見ると、保険料負担は増加しておりますが、これは憲法組合に限らず、 全ての医療保険者で増加している状況にあって、でえー、拠出金負担は高齢化の進展などに加えて、負担の量に応じた負担とする観点から、制度見直しを行ってきた結果、あの憲保組合の拠出金負担金、これが増加していると認識をしております。あのこのような状況ににある中で拠出金負担が特に大きい 憲法組合の負担軽減を図ることが重要であると思っておりますあの現在このような憲法組合に対しては一定の財政支援を行っているところであります、まあ、いずれにしても国民解保険というのはやはり支え合いの仕組みですからこれを維持するためには支える側である現役世代の納得感これも重要であると考えておりますあのこれからも医療機の効率化について努力を重ねるとともに 現役世代と高齢世代の公平な負担のあり方について、国民的な議論の下で検討していきたいと思いま浜口誠君、はい、あの大臣、今言われた、ですねやっぱり現役世代の納得感というのは非常に重要だというのは、まさにそのとおりなんですよね。でさらに憲法連がです、ね、公表している2022年度。 まあ3年先のですね財政状況、今、お手元のちょっと資料を見ていただきたいんですけども、委員の皆様に配ってありますが、とりわけ右側の方ですけども、この中でですね、憲法組合が、組合の方に給付する保険給付金と、あと高齢者医療の拠出金、これ合わせてですね、ここに書いてあるような義務的経費ということになります、今、この義務的経費がですね、え、ー の中で高齢者の医療の拠出金、これ50、50%を超えている組合は、現時点ではです、ね、この円グラフ見ていただくと分かると、238組合しかないんですけれども、2022年度にはこれ、733組合、今の3倍を上回るです、ね、組合がもう半分以上は、高齢者拠出金をです、ね、払わないといけないと、5割を超えているということなんですね。 こうなると、ですね、やはり現役世代からすると、自分たちに返ってくる分は半分以下で、高齢者の方へのですね、拠出金が半分を超えていると、ここはですね、もう納得しろと言われても、これ納得感がですね、なかなか腹に落ちないというのが正直なところだと思います。まあ、こうしたところをですね、ちゃんと見ていただいて、で現役世代に負担低減というのをですね、これ、議論していかないといけないと思います。後期高齢者の方の方窓口負担をですね、どう 変えていくのかあるいは先ほど来、ですね議論にあります、現役世代、憲法組合のですね高齢者の方への拠出金、これをもう上限5割なんだと、憲法が出すのは、で5割を超えた部分については、国費で負担していただくと、まあ、こういったですね現役世代の負担低減に向けた高齢者医療への拠出金、これの負担の在り方、これをですね早急に私は議論すべきだというふうに思っておりますが、もう一歩踏み込んで、ですね今後の この高齢者医療の負担のあり方について、大臣のお考えをですねお伺いしたいと思います後期高,高齢者の医療については、ご本人の負担に加えて、まあ、基本的には仕組みとして、公費で約5割、現役世代からの後期高齢者支援金で約4割、保険料で約1割を賄うこととしております、これがもう、委員すでにご案内ですけど、これがあの制度の基本的考え方になっております。 あの後期高齢者支援金については、えー、高齢化が進展して、高齢者の医療費が大きくなる中であの、国民の共同連帯の下で支え合いの仕組みを維持する観点から、現役世代の方にもオープン、オーブンの負担をしていただく必要があると考えています。他方で、このような拠出金負担もすでに委員からご指摘がありましたが、あのこの保険拠出金負担については、 保険者の負担軽減を図ることが重要だと考えています。あの、現在も、挙出金負担が特に重い保険者の負担軽減、あるいは、高齢者医療運営円滑化等補助金の段階的な拡充によって、負担の軽減を図っているところであります。また、あの、後期高齢者の窓口負担のあり方、これについては、制度の持続可能性や、世代間の 公平性の観点から検討すべき課題であるということとともにあの、高齢者の生活に直接影響を与える重要なテーマでありますので、新経済財政再生計画改革工程表2018などに沿って、あの丁寧に検討していきたいと思います。でやははりあの国民解放権というのの支え合いの仕組みですから これもこれを維持するために、まあ、委員からも再度お話がありましたけど、やはり現役世代の納得感というのが重要でありますので、現役世代と高齢者世代の公平な負担をどう設定していくのか、その在り方、これについて、やはり国民的な議論のもとで検討を進めていきたいと思います。玉口誠君 まあぜひ大臣、あの今日は時間ありませんので、えー、さらに突っ込んだ議論できませんけれども、まあ、高齢者医療のですね現役世代含めた負担構造のこれ、見直し、改善、これはですねやっぱり早急にですねやっていただく必要がありますので、これ、改めて指摘しておきたいと思いますから、厚労省の中でもですねしっかりとご検討いただいて、どうしていくのかと、持続可能性のある、ですねやっぱり仕組み作りを作っていかないといけないというふうに思っておりますので、あえてそこはもう一度ですね。 求めておきたいというふうに思います。じゃ、続きまして、あの週末医療のあり方について、ちょっと一問も飛ばしてですね。週末医療のあり方についてお伺いしたいと思います。まあ、厚生労働省はですね。人生の最終段階における医療ケアのですね。決定プロセスに関するガイドラインというのを作られるとお読ます。ただ、このガイドラインがですね。あまり浸透してないと。まあ、医師の約2。4%は知らないとあるいは、えー、介護職の方。 については34、34%がです、ね、このガイドラインの存在を知らないというような状況にありますし、なおかつ国民の皆さんのです、ね、半数以上の方は、この終末医療、人生最終段階における医療について、ご家族で話し合ったことがないと、まあ、今、こんなです、ね、実態にあります、やっぱりこの終末医療の在り方もです、ね、国民的な議論が必要な大きなテーマだというふうに思っておりますが、大臣として、 週末医療、人生最終段階におけるです、ね、医療だとかケアの在り方について、どのようなお考えを持たれているのか、そして併せてこのガイドライン、これをです、ね、多くの医療関係者、あるいは国民の皆さんにです、ね、周知していくために、どのような取り組みをされるようと考えているのか、お伺いしたいと思います根本厚生労働大臣。あの近年、国民のライフスタイルが変化しておりますし、医学の進歩を背景に、治療方法などに関して、 あの様々な選択ができるようになってまいりましたその中でも人生の最終段階における医療ケアの選択をするこの選択をする際にはやはり本人による意思決定を基本とした上で進めることが最も重要だと考えていますあの具体的には医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明が行われることえ提供された情報と説明に基づいて本人家族などと 医療ケアチームがと十分な話し合いを行うこと、こ,これが大事だと思います、またこう本人の意思というのは変化し得るものですから、やっぱり変わっていく可能性もありますので、あの本人が自らの意思をその都度示して、そして伝えられるような支援が医療ケアチームにより行われて、あの本人との話し合いが繰り返し行われる、これも重要だと思います。 あのまあ我々としては、このような人生の最終段階における医療ケアが適切に行われ、本人が望む医療ケアが提供されるような環境の整備に努めていきたいと思っております、そして、あのあの委員からあの次の質問も終わりましたが、やはり本人の意思を尊重した医療ケアが受けれるような体制の構築が必要であの現実に こういういものを我々示してますがあのあ、あまり十分に浸透しておらない、これは事実だと思いますあの。平成30年3月に人生の最終段階の医療の決定プロセスに関するガイドライン、これを改定しました。で、これを広く国民に対して普及啓発を今行っております。あの例えば、人生の最終段階における医療提案について、繰り返し 話し合う取り組みについての愛称これはあの、これは公募で選定しましたけど、これは人生会議という愛称を人生会議として、そしてロゴマークも公募して、これは31年4月24日に公表しましたけど、ロゴマークを公募選定して、あの厚労省や官邸の SNS 等によって情報発信をしております。それから これはあの広く国民向けの周,知の周知のためのイベントも開催する必要があると思ってまして、これはあの今年度実施したいと思っています。また、委員からも話がありましたが、やはり医療・介護現場の方の理解を深めて、体制構築を図る必要があると思っておりますので、平成26年から本人や家族などの相談に適切に対応するための医療・介護人材の 育成研修を実施しておりますさらに平成30年度改定ではターミナルケアに関連する診療報酬や介護報酬においてガイドライン等を踏まえた対応を算定の要件に追加,追加いたしましたこのような取り組みを行って人生の最終段階における医療ケアについてやはり繰り返し話し合う取り組みこの人生会議これが 国民一人一人の生活の中に浸透して、性を全うする医療・ケアの質が高まっていくように、丁寧な普及・啓発や体制構築に取り組んでいきたいと思います浜口誠君あの。そういうです、ね、人生最終段階における、まあ、生前意思表示ですね、これ、リビングウィルという言い方もしますけれども、まあ、これ、大事だという国民の皆さんは 66%, 割あ66、非常に多くの皆さんはですね、 ちゃんとその書面等に残して、自分がどういう医療を受けたいかということはですね示しておく必要があるということは理解してるんですけれども、実際それを作っている人がたった8%ぐらいしかいらっしゃらないですね、まあ、この実態を変えていく必要があると思うんですけれども、やっぱりこのリビングウィル、生前の意思表示というのを制度化して、しっかりと書面に残していくということをですね徹底していく必要があるんではないかなというふうに思いますけれども、その点、いかがですか。大臣 まあ私もリビングビルというのは非常に大事だと思います。あの委員がご指摘のとおり、あの生前の意思表示について文書で作成しておく、これも一つの,あの考え方だと思いますが、この文書で作成しておくということに賛成している国民が多くいる一方で、あの実際に作成している方が少ないという,のということは認識しております。 あのガイドラインでも人生の最終段階における医療ケアの決定プロセスに関するガイドライン、このガイドラインでも本人家庭,などと家庭などや医療ケアチームが話し合った内容、これはその都度文書に求めておくものとするとガイドラインに示しておりまして、こういうこの話し合った内容、これを文書化することは 重要であると思っておりますで一方で生前の意思表示を制度化するかどうかこれについてはお一人お一人の,あの国民の価値観に関する大きな問題でありあの少なからずこう話したくもないとか考えたくもないまあ,あの賛否を意識調査を問うと。<coughs> 医師用時の書面に沿った、従った治療を行うことを法律で定めることの賛否、この意識調査から見ますと、定めてほしいというのは22.4%で、定めるべきではないという方が10.2%で、定めなくてもよいという方が35.1%と、まあ、ちょっと意見が分かれておりますので、それぞれの配慮が必要ではないかなと考えております。でやはりまずは 人生の最終段階における医療ケアについて、繰り返し話し合う取り組み、この人生会議、人生会議の普及・啓発を推進して、本人が望む医療ケアが提供されるような環境の整備に努めていきたいと思います浜口誠君。はい、あの週末医療ですね大事な 私論点だと思いますので今後もですね国会の場で議論させていただきたいなというふうに思っておりますじゃあ続きましてちょっとテーマ変えてですね高齢者ドライバーのですね交通事故防止に関してちょっとお伺いしたいと思いますまあこの平成から令和に変わるですね10連休においても痛ましいですね交通事故で幼い命お母さんの命もですね失われておりますまあで今日はですねとりわけその中で高齢者ドライバーのですね事故防止という観点で、えー 政府のです、ね、取り組みをまず確認したいいと思まますまず第1点目がです、ね、これまでこの高齢者ドライバーの事故防止に向けて、非常にもう社会的な要請も高まってきているというふうに思いますけれども、政府としてどのような取り組みをです、ね、やってきておるのか、簡潔にままずはお伺いいいしたいと思います内閣福田審議官、えー。高齢運転者による交通事故の防止につきましては、政府を挙げて取り組むべき重要な課題です。 平成28年、高齢運転者による交通死亡事故が相次いで発生したことを受け、同年11月15日に、えー、高齢運転者による交通事故防止対策に関する関係閣僚会議が開催され、総理から改正道路交通を円滑化施行、社会全体で高齢者の生活を支える体制の整備、一連の事故を踏まえたさらなる対策の必要性の検討について、指示がございました。 これを受けて内閣府特命担当大臣が本部長を務めます交通対策本部のもとに関係省庁の局長級を構成員とするワーキングチームが設置され事故防止のための対策が取りまとめられ盛り込まれた施策を緊急かつ協力に推進することを同部において決定し対策を進めてまいりました警察庁の資料によりますと高齢運転者による運転免許人口10万人当たりの死亡事故件数は減少傾向であるものの 他の年齢層にに比べ高いいいいななっているなど厳しい状況にございますこうした状況において、直近では本年4月24日にワーキングチームを開催し、前年度の対策のフォローアップを行ったところでありますけれども、今後も関係所長と一層密に連携し、高齢運転者による事故対策を推進してまいります。口誠君 まあ、いろんなです、ね、あのワーキングチームを作って対策を講じられているというお話でしたけれども、で今、75歳以上のです、ね、高齢者の方、まあ、ここにはいらっしゃらないと思いますけれども、あの免許更新するときにはです、ね、あの認知機能検査というのをやることになります、ただ、この認知機能検査もです、ね、免許更新のサイクルがやっぱり3年に1回なんですよね、少し期間が長いと、だからそのときはよかっても、合格してもですね、その後はやっぱりそういう。 認知症の恐れだとか認知機能のがですね低下するといったことがあるとやはり危険性が高まるということになりますのでまあ提案ですけれども例えば今3年の免許の更新のですねサイクルを2年だとか1年にこう短縮してですねよりタイムリーに認知のですね恐れがある人がいないかどうかというのを把握していくあるいはサポカー限定免許これはですね自動ブレーキだとかあるいはアクセルと ブレーキを踏み間違えたときにです、ね、急発進しないような安全装備を装着したこういった車を乗るときだけにですね免許を更新すると高齢者の方には、まあ、そういうことでですねあの非常に安全なですね 交通環境というのをです、ね、確保することもできるんではないかなというふうに思っております、で警察庁もそのサポーカー限定免許というのは、議論の対象にはしておられるということは聞いておるんですけれども、やっぱりそういった制度をです、ね、政策を強力にです、ね、推進していくことが、高齢者ドライバーの事故提言につながっていくんではないかなというふうに思っておりますけれども、そういった提案に対して、政府のご所見がありましたら、お願いいいしたいと思います警察庁、北村警察交通局長。 お答えを申し上げますご提案のありました点のうち、まず、免許の有効期間の見直しでございますけれども、現在、75歳以上の高齢運転者につきましては、3年ごとに更新するという制度になってございます。この更新に当たりましては、認知機能検査、それから高齢者講習を受けるということでございまして、例えば普通運転免許の場合には、更新時に8000円以上の費用がをお負担してい,いただいているところでございまして、 有効期間の短縮となりますと、さらなる経済的負担が生じるということが一つございます。また、行政サイドにおきましても、更新事務の大幅な増加への対応が必要になるということがございまして、なかなか高齢運転者の免許証の有効期間を短縮するというのは容易ではないかなと考えてございます。他方で現在医師が認知症ににに該当する患者を診断した場合には警察に届け出る こととがができるという制度が道路交通法にございまして、日本医師会等が作成したガイドラインに基づく運用がされておりますので、そうしたガイドラインの適切な運用には努めてまいりたいと考えております、これに加えまして、平成29年からは、改正道路交通法に基づきまして、信号無視など、一定の違反行為をした場合には、臨時に検査をするという制度が設けられてございまして、 認知機能が低下したものを、このような医師の届けであるいは違反を通じてタイムリーに把握するという仕組みは一応できてございますので、その的確な運用に努めてまいりたいと思います。また、サポカー限定免許についてのお尋ねがございました。現在、高齢者講習におきましては、実写指導を行っておりまして、その中で運転能力の衰えを自覚して、安全運転に努めていただくと。 いうこともやっておりますがこれに加えまして平成29年7月の交通対策本部決定において安全運転サポート者限定免許の導入といった運転免許制度の新たなるさらなる見直しにつきまして検討することとされております現在有識者の検討会を開催しているところでございますので着実に検討を進めてまいりたいと考えております 口誠君はい、ぜひ、あのサポーー限定免許を検討してほしいと思いますし、一方で,です、ね、サポーー限定免許がですね、これ、えー、導入されたときは、高齢者の方はです、ね、今乗ってる車からサポートカーに買い替えていただくということになりますので、まあ、そういったときの経済的なです、ね、負担を。 まあ、カバーする、ですねそういう仕組み作りもこれ、重要ではないかなというふうに思っております、これ、経済産業省さんとして、そのサポカー限定免許を導入にあたって、ですね高齢者の方の費用負担、経済的なですね負担を軽減するための支援策ということをぜひ検討していただきたいなと思いますけれども、お考えがありましたら、お伺いしたいと思います。 経済産業省におきましては、サポカーの普及につきまして、官民連携でさまざまな普及 普及啓発を行っていいるところでございますあのまあ実際にもです、ね、あの新車、乗用車の販売に占める被害軽減ブレーキ搭載率は、まあ、2015年の約45%から、まあ、2017年は約78%と、大きく上昇しているところでございます。また今回の税制改正におきましても、まあ、自動車の取得および保有時のです、ね、税負担を大幅に軽減することとしており、 新車への代替を通じたサポカーのさらなる普及が期待できると考えてございます。今委員ご指摘のですねサポカー限定免許に関連したまあ高齢運転者に対する特段のですね購入支援につきましてはですね、まあサポカー限定免許にかかるですねまあ検討状況でありますとか、まあ被害軽減ブレーキ等先進安全技術の普及状況とも踏まえつつですね、その必要性を含め関係諸相とも十分。 あの連携をして、えー、総合的にまあ検討をする必要があるというぐらいに考えております浜口誠君あの。高齢者の方のです、ねえー、交通事故防止、これ、本当に重要なテーマになってきておりますので、政府挙げて、何が有効な施策かというのをぜひ、ね、検討していくことをお願い申し上げ、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました